その魔術書みたいな危ないもの置かないでくださいよ。近所迷惑ですとかやめてや。ここ職人都市やし。そんな誰も怒らんわ。しかも遊郭あったやし。そんな誰も怒らんわ。職人って結構持ってんねん。そういう魔術書は。な？そらそうやんか。すっごいの作らなあかんからやんか。持ってるわ、一冊ぐらい職人やったら。まあ、何らかの、どの国かの、何らかの流派の。たとえ密教でもな、魔術師やねんから。それってわかるでしょ、そういうふうに言うたら。そういうふうに聞いたら。ね？しかもうち占い師の看板あげてるやん。しかも、永久とか書いてんやけど、休業って書いてあるやん。な？だからなんやって。何もおかしない点のけが魔術師やねんから。な？読んだらわかる、古事記日本書紀。魔術使おうとるやん。な？横に天皇遺跡あるけど。西浦かって魔術師やから。何もおかしないよ。古谷先生が魔術師やん、第一。な？苦情言われる筋合いないね。うちに魔術書があっても。わかった？